梅ジャムやカリカリ梅を作った時に取り除いた梅の種、まだ種の周りに実も少し残っていて、このまま捨ててしまうのはもったいない。そんな時は梅酢を作る。作り方は簡単。取り除いた梅の種をお酢につけておくだけ。お酢は穀物酢や米酢など癖のないものを使う。3日から1週間ほど漬けておけば、芳醇な梅の香りがお酢に移る。果実酢のようにそのまま水や炭酸で割って飲んでも美味しいし、料理にもアレンジ自在。1週間ほど漬けておいた梅酢、梅のエキスがお酢に染み出してフルーティーな香り。今日はこの梅酢を使って夏にぴったりな3品の献立を作っていく。一品目は牛しぐれ煮の混ぜ寿司。まずは梅酢で寿司酢を作る。梅酢に塩と砂糖を混ぜ合わせる。今回は梅酢の梅の香りが強かったので米酢と同量で割る。ほんのりと梅が香る酢飯が牛肉の脂っぽさを中和させてくれる。酢飯を美味しく作るコツは炊きたてのご飯で作ること。炊きたてのご飯から湯気が蒸発し、その米粒の隙間にすし酢が染みていく。そしてなるべく大きな容器に入れて米粒を潰さないようにして手早く切るように混ぜるのも美味しく作るポイントの一つ。すし酢が馴染んだら広げて粗熱を冷ましておく。酢飯を冷ましている間に牛肉のしぐれ煮を作る。生姜は牛肉の欠かせないパートナー。生姜がお肉の臭みを消してくれて牛肉をより美味しく味わえる。なるべく細切りにすると繊維も気にならず美味しく食べられる。醤油ベースの甘辛いタレに生姜のアクセントが効いたしぐれ煮は大人も子供も好きな味。砂糖、醤油、酒を火にかけ刻んだ生姜と牛肉を入れたら汁気がなくなるまで煮詰めていく。しぐれ煮といえば牛肉が定番だけど、もともとはハマグリがたくさん取れる三重県でハマグリを長期保存するために考案された料理なんだとか。この混ぜ寿司もアサリやハマグリなどの貝類やしいたけやごぼうなどをしぐれ煮にして入れても美味しい。ちらし寿司の薬味にマスタードスプラウトを加える。スプラウトの青々しさと後味にマスタードのほのかな香りと辛みが牛しぐれの混ぜ寿司と相性いい。他にもみょうがや小ネギ、大葉などでも美味しい。牛肉のしぐれ煮と薬味を酢飯に混ぜ込んだら一品目の完成。続いて二品目はオクラの梅酢みぞれ和え。オクラは塩を振って板ずりをして表面の産毛を取り除くと食感が良くなる。茎の先端の部分を少し切り落として、ガクの部分をぐるっと剥き取る。夏の定番野菜のオクラ、ネバネバとした食感は水溶性食物繊維のペクチンによるもの。胃の粘膜を保護し腸内環境を整えてくれるから夏バテ予防にはぴったりな野菜。縦に 2,3 箇所切れ目を入れておくと味が入りやすくなる。塩を入れたお湯で2分ほど茹でる。長く茹ですぎると食感が悪くなって水溶性食物繊維も流れ出てしまうから茹ですぎには注意。冷水にあけると味や風味が抜けてしまうので、ザルで水気を切ったらそのまま冷ましておく。
桜の上に乗せる大根おろしも準備。大根は大根おろしやサラダなど生で食べるときは甘くて辛みが少ない上の部分を使う。煮物のように火を入れて食べる場合は水分が少ない根っこの方を使った方が味が染みやすい。すり終えた大根おろしはザルで軽く水気を切っておく。最後は焼ききのことくるみのマリネ。石突きを取ったしめじとまいたけを手でほぐしていく。包丁で切るよりも断面がいびつになって表面積が増えて味が染み込みやすくなるんだとか。なるべく重ならないように天板に並べて、オーブンかトースターで様子を見ながら10分から15分ほど焼く。焼くことで水分が抜けてキノコの香りが格段に良くなる。くるみはフライパンで5分ほど空炒りすると水分が飛んで香りが良くなる。香ばしい香りがして全体がカリッとなったら火から下ろす。焼ききのこは醤油とオイルをかけて和え物にしたりサラダに加えたりとアレンジが効くので多めに作っておくと重宝する。焼いたきのこと空炒りしたくるみを合わせて梅酢とオリーブオイル、塩で味付け。香ばしいキノコの香り。このまま副菜はもちろん、パスタや卵焼きに入れても美味しそう。粗熱を冷ましたオクラはお皿に盛り付けて塩を少々。大根おろしをのせて梅酢をかけたら完成。こってり甘辛い牛肉と梅が香る酢飯が合わさったボリューム満点の混ぜ寿司。お刺身もいいけどお肉の寿司も悪くない。仕上げに梅酢を少量かけていただきます。Once again You're gonna drop me down Where For you are nothing but a sound. Don't you see? You don't fool anyone. Your life to me is buried in the ground. Once they said great honor